中村健吉は、広島県生まれの家人。広島県尾道市に保存されている、中村健吉急遽1889年1月25日、広島県三次九条府の村に、後に三次銀行初代討どを務めた他に、多くの田畑、山林を所有し、醸造業も営む、地元名簿家の父、周一の次男として生まれる。1894年。 ふのじんじょう小学校に入学。1898年、ふのじんじょう小学校卒業、同校等科に入学。1900年、祖母の威夫妹で、三次で旅館業を営んでいた、香川屋への養子となる。香川家は後に、弟で、倉田百三と親交のあった三之助が入り、元吉は中村生に服する。9月、三次小学校高等科に転校。 1901年三次中学に入学。4年時には倉田百さんが1年生として入学。こういう雑誌の白穂の編集を行い自身も投稿するなど創作活動を開始。香川桐村という筆名を使う。県吉が養子に入っていた香川旅館には県吉の文学同行の友人が多く出入りし、中でも近くに住んでいた船越蔵一は親友であった。 また、近所の森生文道は、中学生の交流の場にもなっていたという。1906年、三次中学校卒業。4月、上京し、生息英語学校に通学。9月、鹿児島の第七高等学校増資官第一部校類に入学。1907年、在学中に文学上の友として、堀内卓蔵、橋田東子へ。 岩谷幕愛らとの交流が始まる。堀内拓造の誘いにより、万葉集、正岡式、伊藤幸夫の花風を知り、作家を始める。兄、純造が創生し、家を継ぐために、中村生に服する。1908年、日本新聞の伊藤幸夫選果、課題、竹に応募して、数種が採用される。作家の一部十二種が、 荒ららぎ第1巻第3号に掲載される。1909年、上京市、伊藤幸夫を訪ねて入門。荒ららぎに参加、斉藤も吉や小泉し頭と交流が始まる。1910年7月、第7高等学校増資館を卒業。9月、東京帝国大学大学法科大学経済科に入学。本郷の追い分けにある、富士見県に下宿。 四季九州企画会に出席して、石原淳、土屋文明、山宮誠らと愛知る。十月、名優、堀内拓造救姓。1911年、荒ぎ諸道人との交流が深まり、作家にも熱心になる。1913年、島木やかき子との豪著歌集、ジャガイモの花観光、中村健吉全集がある。 深川不動村境内の下宿に移る。1914年、本郷の菊富士本店に下宿。1915年、東京帝大を卒業。11月、帰郷し、広島県福山市の倉田岩太郎の長女、倉田静子と結婚。静子の母、菊は、福山郊外、不活の石井栄太郎の娘。石井栄太郎は、 広島県議会議員や福山茂行館中学校の初代校長を務め、菊の妹、大原末子は、大原孫三郎の妻となり、後に若に興味を持ち1925年には、県吉に支持する。1916年1月、上京して、新居を構えるが、10月に帰京して、家勤務に就く。11月、第2歌集、臨泉州観光。 1920年4月、兵庫県西宮市に今日定める。1921年、大阪毎日新聞の経済部記者となる。1923年11月、京都へ行き、桂離宮、修学院離宮を廃九1924年7月、第三課集、しがらみ観光。1926年4月、大阪毎日新聞社を退社。 6月帰郷し、家督を相続して、実家の手造業に携わる。実家の大資産を、おしみなく、あらぎらへの精神的、物質的支援に注ぎ込んだ。また、広大な山林に目を向け、日の木、杉の植林にも取り組む。1928年2月、岡山医科大学附属病院を訪れる夫人に、堂々して、岡山へ。その際に、 弟子で助教授の城代明さんの案内で、後楽園を回る。1930年11月、現代短歌全集中村賢吉集、土屋文明集観光。六幕の病気にかかる。1931年7月、第四課集、経来集観光。1932年、広島市郊外の五日市で、病気療養。 1934年5月5日、肺結核と急性患亡のため、尾道市の家具で死去。去年46歳。改名は、臨戦百上心、県吉孝治。なお、妻、静子は1973年まで生き、長女、良子、四女、優子、五女、麗子がいる。また、聖火は、現在、中村県吉文芸記念館となっている。 田辺良平、ふるさとの銀行物語、ビンゴ編、青い文社、2004年、P179。九。服部りとしが、自転有名人の死亡診断近代編付録、近代有名人の死因一覧20ページ、岩井博史、作家の臨終、母肥辞典240ページ。ありがとうございます。